ピンポンパンポーン。映画全開。貴様が審議か。オービーとして貴様を教育してやろうじゃねえか。僕が後ろから援護するんだな、ダイノボット。ガッツンコ。これでも食らえ、ガッツンコ。ブレイラー。ガッツンコ。ブレイ、なんだと？ガッツンコ。空から丸焼きにしてやる、ガッツンコ。ガッツンコ。僕もいることを忘れないでほしいんだな、アリさん。よくやってた、ライノックス。とどめは俺が刺してやる。ブッカッブッな、なんだこれは、カッカー。だ、だだ地下から強力なエネルギー波が出てるんだな。これ以上ロボットモードではいられないんだな。ダイナモット、ビーストモードに戻るんだ。こいつにとどめを刺したかったがしょうがねえ。ビーストモードだな。くそ、一体なんで地下からこんな強力なエネルギー波がいきなり出てきやがったんだ。僕にもわからないんだな。とにかく一旦基地に戻るんだな。ガッツンゴー、しびれるガッツンゴー、ビーストモード、今日は帰りでガッツンゴー。そして次の日、別の場所で、うるうるうる、2対1とは卑怯でござるぞ。戦いに費用もヘッドクルも悪かったんだよ。もうこれでも食らえるぞ。おっと、そんな攻撃当たらないぞ、マスピーター。食らえ。うわー、やられた。うるうるうる、うっしゃ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 。逃げてばっかりじゃ勝てないっすよ、トラさん。くそ、一方に狙いを定めてはもう一方が邪魔してくる。これでは勝ち目はないでござる。うるうるうる、うしゃ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 。あれ、上からなんか落ちてくるっすよ。あ、本当だ。うわー、お、重いっすよ、ハチ。早くそこどけ、うら。やられちゃって体が動かないんだブー。タイガトロン、大丈夫だったかい？ああ、お主のおかげで助かったでござる。エアラザー、ところがである。うわ、エネルゴンの影響でござる。でもおかしいよ。まだロボットモードを維持できるエネルギーは残ってるし、それにこの一帯のエネルゴンの鉱脈は何千メートルも地下にあるはず。とにかくこのままでは体が持たんでござる。ビーストモードに戻るのだ。了解。ビーストモード、ビーストモード。とにかく基地に戻ってコンボイたちにこのことを報告するのでござる。うん、わかったよ。おら、しびれる。もう、なんだなんだこれは。エネルゴンの影響っす。早くビーストモードに戻って基地に帰るっす。そしてサイバトロン基地。おやおや、コンボイ、新キャラ二人組が帰ってきたみたいじゃん。ご苦労だった、タイガトロンにやらざ。タイガトロン変身。やらざ変身。聞いてくれ、コンボイ。戦っていたらいきなり地下から強力なエネルギー波が出て。わかっている、ライノックスとダイノボットもこの間全く同じ体験をした。でもロボットモードを維持するためのエネルギーはたっぷり残ってたし、一体どうして。僕とダイノボットが戦っていたところも、タイガトロンとエアラザーが戦ってたところも、そこまで強力なエネルギー波が出る場所ではないはずなんだな。それにちょうど僕たちがデストロンと戦っている時にエネルギー波が発生するなんて。つまり何が言いたいんだよ、ライノックス。これは誰かが意図的にエネルギー波を操作しているとしか思えないんだな。なんだって、そんなことする奴がこの星にいるなんて。一体誰がそんなことやったんだよ。おそらくあいつらしかいないだろう。サイバトロンとデストロンの両方に消えてほしいと思っているあの二人組さ。その二人組とは、シャドウパンサーにバズソーである。実験は成功だな、シャドウパンサー。ああ、そうだな。では次はいよいよ本番といこうではないか。この兵器を使って地下にあるダークエネルゴンに刺激を与え、強力なエネルギー波を発生させれば、奴らはこの星で永久にロボットモードにはなれない。そして俺たちは強力なエネルギー除去装置を身につけているから、どんな強力なエネルギー波もヘでもないってわけさ。ふんふんふん、素晴らしい作戦だお前たち。これまでは失敗続きだったが、ここに来てようやく本気を出したな。どう、あんたは我らの依頼主、ジアクサス。ビーストウォーズを集結させるときは、
すぐそこまで来ているようだ。だがその前にやることがある。やることだと？一体なんだそれは？ふん、ある者たちに協力を依頼するのだ。ついてこい。その頃、デストロンの基地では、ディークソル！まったくどいつもこいつも役立たずどもが。だって仕方なかったんすよ、メガトロン様。戦ってたらいきなり地下から強力なエネルギー波が。黙れ！しかしわからんな。なぜ地下からいきなり強力なエネルギー波が出てくるのだ。それは我々が操作しているからだ、メガトロン。どう？おら！てめえらはシャドーパンサーにバズそう。それに、もう一人知らねえ奴がいるぞ、おら！ディーキ様は何者だ？それに女の子の会話盗む息するんじゃないわよ、この変態男子！あの、女の子は私だけなんだけど。我が名はジアクサス。太古の昔から存在するトランスフォーマーの一人だ。ジアクサスだと。そういえばゴールデンディスクに貴様の名前が載っていたな。だが貴様はかつての戦いで死んだと書いてあったぞ。爆風で宇宙の彼方へと吹き飛ばされただけだ。死んだわけではない。なるほど。それで、歴戦の勇士様が一体俺様に何の用だ？貴様らに協力を依頼するためだ。共にサイバトロンを倒すためのな。なんだと？詳しい話を聞かせてもらおうではないか、ジアクサス。でそして、大変なんだな、コンボイ。この惑星全体からすごいエネルギー波が出ているんだな。この基地から一歩外に出たら、もうロボットモードではいられないんだな。なんてこった。それでは、じきにこの惑星は崩壊してしまうぞ。いや、これは。どうした、ライノックス。基地の外にデストロンが。でもさ、惑星中から強力なエネルギー波が出てるってことは、あいつらもロボットモードじゃいられないってことだよね。ともかく、奴らを迎え撃つぞ。お互いにビーストモードなら、まだ勝てる見込みはある。そして、サイバトロン基地外。なんというエネルギー波だ。全員、ビーストモードに戻れ。ビーストモード。サイバトロンどもめ、ビーストモードでしか戦えんとは全く気の毒だ。やはり戦うなら我々のようにロボットモードでなくてはな。デストロン、ビーストモードでしかいられないサイバトロンどもに総攻撃を仕掛けてやれ。そんなバカな。ついに来たぞ。薄汚いビーストども同士の戦い、ビーストウォーズを終結させる時がな。メガトロン率いるデストロンと手を組んだ太古のトランスフォーマージアクサス。果たして彼は一体何を企んでいるのだろうか。次回へ続く。最後まで見てくれてありがとう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。画面真ん中に表示されてるアイコンをタップまたはクリックするとチャンネル登録ができるよ。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。